こんにちは。さあ第2弾キャンプでの見どころ、はい、中日が優勝するにはというね。あ、じゃあ、去年、3位だった中日と、うん、今回は4位だった DeNA を見ていきましょう。そうだね、はい、キャンプの見どころ。で中日投手陣、はい、大野だけが規定投球回数に達してるんだよ、はい、あと誰一人いない、うん、投げれない、はい、でもピッチャーはいるんだよ、はい、まあ名前だけ挙げると梅津、はい、小笠原、福谷、うん、松葉、ロドリゲス。おお、豊富ですよ。豊富なんだよ、はい、で本当に力のあるピッチャーがね、うん、ずらっとあの顔を揃える、うん、でもね大野だけしか規定投球回数に達してないという、まあ故障が多いんだよ。梅津、はい、小笠原、故障、はい、何やっとんやつって話でしょ。最初良かったんですけど、いや梅津投手とか。梅津なんか、はい、昨年なんかめちゃくちゃ期待したけどね、はい、期待してました。全くだもんちょっと投げさせたらもうダメだ。あの森下投手との投げ合いとかもね、いや楽しみだっていう。いや楽しみだよな、はい、あの加減も形もなくなったんだ。だからここら辺のやっぱ調整だよね、はい、ピッチャー陣はこれね、なぜかというと、はい、やっぱ中継ぎ陣が昨年結果を出したじゃん、はい、まあ祖父江、福、うん、まあマルティネス、はい、まあ谷本もそうだよね。だこういった人間豊富にいるんだよ。岡田も中に入ってくるかな、うんうん、左がね。そうですね。だからこういった豊富な人間がいるんだよ後ろには、はい、で三十何試合負けなかったというね。そうですそうです。だからそういう実績も作ったし、はい、やっぱ先発ピッチャーがこの中継ぎ陣に負担をかけないためには、はい、できるだけ1イニングでも1球でも多く投げさす、はい、そしたらピッチャーが確立されるんだ、はい、だから梅津とか小笠原とか何やっとんやっていう話なんだ。これはあれですか、体力作りになるんですか。いや、やっぱそうだね、怪我をしない体力作りになる、うん、だからここら辺はやっぱ注目しないと。まあ福谷なんかは、はい、昨年なんかこうコツをつかんだようなピッチングを見せてくれたし、はい、まあ今年も多分やってくれるかなっていうのがあるし、はい、ロドリゲス、はい、言いにくいなロドリゲス、うん、でね中日はね同じ名前の外国人が多すぎるまあ南米から取ってるまあねロドリゲス、はい、これはね、はい、衝撃を受けたんだよ巨人。すごかったですよね。で今年、はい、やっぱこう一皮むける年かなっていうふうに考えると、はい、うん、投手陣はそういうふうに考えるといいんだよ、はい、だから若手が怪我をしないのと、うん、これがまず一番だね、はい、で野手陣、はい、内野は全員規定打席に達してるんだよ。素晴らしい。だからビシエド、阿部、高橋、京田、はい、この4人はもう確立されてるということです。レギュラーレギュラー、はい、ただ外野が大島だけなんだ。そうですね。で広い名古屋ドームを本拠地にしてると、うん、そこでどういう野球をやらなきゃいけないかというと、うん、落合監督がやっぱ外野手の守備の上手い人間、うん、まあ打てれば一番いいよ、うん、それを使ったんだよ、はい、でアルモンテとか、うんうん、やっぱレフトに入るとやっぱこう守備の穴が大きいんだよね、うん、で優勝した2011年、はい、和田ベンちゃん、大島、平田が守ってるんだよ。あ、そっか、平田選手、そっか。で和田も大島も平田も打てるバッターで、はい、で和田ベンちゃんも足早いからね、はい、で平田も早い、まあ、大島はもう言うまでもなく早いでしょ、はいはい、うん、だからやっぱりね外野手の守備力のいい人間、うん、これをやっぱこうレギュラーとして使っていかないとダメなんだ、はい、だからキャンプでやっぱそういうものを見出してこない。例えばその若手の中でもそういった、うん、その素材というか持った選手をこう上げていくってことですか。そうですか。だからまあネオに注目をしたいけどね。そうですね。あの子は足も速いしさ、はい、肩も強いでしょ、うん、でも内野手ではやってほしいけど、内野手が規定打席に到達してるんだったらもう空きポジションがないっていうことだね。相当打たないと。そうですよね。そしたらもうレフトとか、だからまあそういうふうな形で、まあ、使っていくともしょうがないかなと、はい、で若手で言えば石川、はい、うんうん、ね、はい、とか魅力はある選手は多いんだけど、これも内野でしょ、はい、だからやっぱ相当打たなきゃいけないという。外野手がいないんですね。外野手がねやっぱいないんだよ、こう考えると。そっか、はい、だから守備固めって言ってもなかなかな、投手陣はもう抑えなんかもいいしさ、はい、で先発ピッチャー名前挙げたらさ、うん、まあそれなりの名前は上がってくるしさ、はい、力のあるね、うん、だからあとは野手の外野なんだよね、それと
チームの防御率が 3.84、 まあまあ3点台84、はい、いいよね、うん、打率2割5分2厘、うんうんうん、ね、盗塁33、はい、巨人は80、うん、わ低いでしょ、はい、いやここが問題点なんだ、うん、やっぱ広い球場を使ってるとホームラン数が減るから、はい、足の速い選手を揃えなきゃいけないんだ、うん、その中で33の盗塁しかないっていうことがやっぱ致命的なことになってる、はい、で四死球巨人が445に対して385しか取ってない、はい、ということは出塁率も低いということだ、うん、でチャンスにも弱いんだよ、はい、得点巨人が532に対して、はい、中日が429、わ差つけられてる、100点ぐらい違うんだ、はい、まあ、そうなってくるとやっぱりいかにチャンス打てないかということ、ポイントとすれば足と守備外野の、はい、ここなんだ、いそうですかそういう選手は、いやここら辺が、はい、だからまあ立浪がバッティングコーチとして入るよね、はい、立浪が言ってたのがやっぱどうしても打たなきゃいけない時っていうのは、うん、もうあの詰まってもいいから引きつけて反対方向打つ、うんうん、ここなんだよ、うん、で俺は立浪がそのバッティングコーチに入る、その形も教えるだろうけども、だけどチャンスの時に打ててないんだよ、得点圏打率が本当軒並みみんな低い、はい、そうなってくるとやっぱどういうふうなバッティングを心構えで入らなきゃいけないかっていうことを教えると思うんだよね、はい、それはやっぱボールを引きつけて反対方向って必ず言うと思うんだよ、うん、それを徹底することによって俺は打開策が生まれてくると思う、はい、だから中日のキャンプは足、はい、テーマはで外野手のレギュラーを誰にするのか、うん、まあ平田、ライトは平田でいいと思うんだけど、まだまだ、はい、まあ、昨年怪我でねあまり出れなかったし、スタートがうまいスタート切れなかったから、うん、まあ、最後までバランス悪かったよね、だからまあ今年はちょっと違うかなっていうふうに期待はするし、はい、だからそういう意味ではチャンスで打たなきゃいけない、うん、足を使わなきゃいけない、はい、外野の守備力がある人間を育てなきゃいけない、はい、ね、でチーム打率を上げていかなきゃいけない、はい、でフォアボールも取る練習、うん、だからフリーバッティングで何でも打つんじゃなくて、うん、ボールは絶対打つなっていう指導をしなきゃいけない、はい、そうなってくるといいキャンプが遅れるという、そうですね、それが克服したら優勝のチャンスあるからね、中日はね、だからまあ1位2位とやっぱ課題が増えていくよ、いやあの下がるにつれて、ね、それはもちろんそうなんだそうなんですよね、で次で DeNA ね、課題やっぱりありますか、大ありだよお前DeNA 投手陣、はい、規定投球に達してる人間が一人もいない、これはちょっと問題ですね、いやこれはねやっぱ監督の起用法もあったと思うんだけど、はい、それに伴ったスタミナ不足っていうのが心配なんだ今年、はい、だからね多少投げ込んだ方がいいと思うよ、はい、で大貫の113回3分の2が最も多く投げた人、うん、あとはもう全部2桁なんだ、うん、ね、だからもう一度やっぱスタミナをつけること、はい、ね、で先発大貫、京山、平良、浜口、上茶谷、まあ、ルーキーの入江っていうのがいるんだけど、うん、横浜のさ、うん、最大の売りってね左ピッチャーだったの、ほうだって石田、今永、東、はい、あれいないとか、はい、もういないんだよ、だから今永と東なんかっていうのは、はい、まあ故障明けでちょっと調整をさせながら様子を見るというね、はい、いうこともやってるし、だからここら辺がちょっと不安な点だね、だから三浦監督になって投げさせて中継ぎはね心配ないんだよ、はい、ただ先発ピッチャーが6回で降りると毎試合7、8、9って誰か投げなきゃいけないってなってくるとさ、はい、やっぱり金属疲労を起こしてくるよね、はい、それ大変なことなんだよ、うん、だから1イニングでも多く投げれるぐらいのスタミナをやっぱつけなきゃいけないということ、はい、そうですね、ただ嬉しいのは、はい、やっぱあの三島と山崎康明の、はい、あの抑えの争い、はい、なんか山崎投手が2軍スタート2軍2軍 なんですね、それはもう早がってこいということだよね、あやっとそこはもう落としてっていうことなんですね、いや落としてって、うん、だからまあ一回ちょっとまあ鼻をへし折るというかさ、うん、まあそういうことなんだろうけど、はい、三浦監督もその山崎が、まあ、ピッチングコーチのね、はい、まあ、一軍でいいんじゃないですかっていうことに対して、
他の野手陣には、うん、あじゃあまあお前が言うんだったらそうやって認めてたんだけど、はい、山崎だけは絶対に産んでスタートさせるっていう強い意志を持ったメッセージだと思う。だからもう一度這い上がってこい。そうですね、もう一度強くなってこい。ライオンの子供のようですね。まあそうそうそう、だからまあそういう意味では三島と山崎の、うん、抑えの争い、これはどっちになる。いやまあどっちというよりも、はい、キャンプでそういう争いができるっていうことはさ、はい、まあ2軍だけどね、うん、山崎は、うん、だけどそれはもう2人ともレベルアップしてくるということを考えるとさ、はい、精神的にはね、これ例えば両方ともがクローザーのその争いをして、そういうトレーニングとか投げ込みをして最終的に、はいじゃあどっちかの選手がクローザー、どっちか中継ぎってなった時に、いやいや最初は三島でスタートすると思う。あ、そうですか。そりゃそうだよ。そりゃそうじゃないと三島納得しないよ。まあ昨年そうですよね。だけど2人とも調子がそういう風に保ててれば、はい、1人が中継ぎに入るっていうことだから、うん、ね、それは力強いよね。そこはだから中継ぎは心配してないんだよ。あ、そこはそのクローザーでも君中継ぎやってって言っても、そこは特に、いやそれはしょうがない、勝負に負けてんだから。でもそこでモチベーションが下がるようだったらもうそれで終わりだよ。なんか投げ方あれするとかそういうことはないんですか。ないないない、難しくするとかはないんですね、うん、だからまあ投手陣はやっぱ先発だね、やっぱ特に左、ね、ね、はい、浜口が開幕投手を狙いたいみたいな、投げたい、これはいいことだよね、はい、いうことっていうことはね、うん、そういうモチベーションでやっぱりキャンプを送ってほしいし、はい、で野手陣、はい、まあ、梶谷の穴を誰が埋めるかという、はい、まあ、今第一候補に上里、桑原、音坂、関根、はい、まあ、ここら辺の争い、うん、だけどどうなんだっていう。そのどうなんだというのは、いやみんな弱いよね。あ、その梶谷選手と比較した場合ですね。いやそうそうそう、もちろん比較する、はい、で、まあ、昨年佐野がね、筒香と比較されて、はい、まあ、見事にその不安を打ち消したように、うん、誰か出てこないとね。そうですね、うん、で、センターラインの確率、はい、でじゃあキャッチャー誰なんだって、うん、まあこれは監督の意向だからしょうがないけど、ラミレス監督がその先発ピッチャーに合うキャッチャーを添えてたんだよね。だけどできれば主戦のキャッチャーっていうのは確立させてほしいよね、はい、もう首都、まあ、途中で伊藤がずっとやってたんだけど、はい、まあ、途中からまた変えてみたいな、うん、やっぱ一貫性がなかったんだよね。だから伊藤、戸柱、峰井、高城、はい、この4人の中で誰が主戦になるか。豊さん的にはどう見てます。まあ、戸柱かなあと思うよ、はい、まあ、伊藤か戸柱、ダークホースで高城。高城ね、選手押してたんですか。まあ押してるけどね、うんうんうん、まあだけどそこら辺をやっぱレギュラー、一つのレギュラーとしてやっぱ与えてほしいよね、はい、このキャンプの中でのキャッチャーの見どころっていうのはどういうところに注目して見ていけばいいんですか。我々はそのキャッチャー、キャッチャーやっぱりピッチャーとの信頼関係だよね。あ、うん、これはあの共同作業に入ってくるからさ、はい、まあ、それとやっぱりそのキャッチャーとしての資質、うん、まあ、例えばその扇の要で座るわけだから、はい、だから全体を見渡せる力があるかとかさ、はい、それを統率していける力があるかとかさ、うん、そういうことは見なきゃいけない、はい、で二遊間、はい、大和、森、柴田、田中、倉本、牧っていう、はい、でね、規定打席に達してる人間が一人もいないんだよ二遊間って。これありえないんだよ、はい、これなんでありえないかって言うと、センターラインがさ一番大切なのに、まあ、キャッチャーもそう、まあ、センター梶谷じゃなかったよね、うん、途中まで、はい、そしたらセンターでの規定打席に達してるやつもいないわけよ、うん、で二遊間もいないわけよ、うん、だからやっぱりちゃんとしたレギュラーを作らなきゃいけない、うん、ね、森なのか牧なのか、うん、牧ってルーキーなんだよ、はい、ゴールはね、あのアマチュアの時4番を打ったりとか全日本で、はい、まあ、バッティングはいいんだけど守備がどうなのかっていうのも見てみたいし、はい、で柴田はやっぱバッティングが少し課題だしさ、うん、でまあ、巨人から人的保障で田中を取った、はい、これがレギュラーに収まるのか、うん、やっぱねしっかりしたレギュラーを作らなきゃダメ、うん、作らないといつまでも不安定な状態でチームは進む、はい、センターラインは特にね、うん、だからそこら辺の構築をしていかなきゃいけない。そうですね、うん、で昨年が防御率が 3.76、 まあまあだ、はい、バッティングは2割6分6厘これ1位なの、いい、はい、ね、しかし盗塁が31、巨人の80に対して、はい、
四球が366、ね、巨人は445、はい、ね、だからいかに無駄打ちしてるか、うん、いかに雑な攻撃だったかっていうのがよくわかる、はい、だからもう一度バントだとか細かい作業、うん、エンドランだとか、はい、そういったもので総力も上げていかなきゃいけない、うん、こういうことがやっぱキャンプでの課題、これができないと優勝はない、厳しいですね、やること山積み、やっぱりだってセンターラインを作るっていうのはもう本当至難の技だから、あのそう考えるとそのやっぱり3位、去年3位までだった中日とその4位の DeNA の、うん、そのキャンプでのやる内容の差っていうのがすごく出てきてますね。だってさ、巨人はさ坂本、吉川でもう決まってるわけだから。そうですね、で大城、はい、で丸でいるんだから、はい、やることは何もないそいつらがやってくれるから DeNA は山積みだから、これはだからここで三浦監督が守備走塁コーチに対して、はい、作れって、うん、外野センター作れって言えるかどうか、はい、そこですね、作らなかったらクビだって、そのぐらいまで、うん、いやそのぐらい厳しくいかないとダメだ、そうですね、うん、でこれが落ち着いたら優勝の目はある、はい、じゃあもうここですね、うん、もうセンターラインの確率、そうだね、キャンプでは、はい、はい、あと走力と、はい、無駄打ちじゃなくて出塁率も上げていかなきゃいけないし、うん、それに伴った細かい作業もやっぱ身につけさせておかなきゃダメだよ、はい、やること多い、やること多い、はい。